わけで、今日の3冊目ですけどね、この本も面白かったね。だから今日紹介した3冊はね、どれも本当に超面白い。本当にあのゴールデンウィークはもうこの放送が更新されるときは1日しかないけども、1日で3冊全部読んでほしい。本当にあのね、東野圭吾とか読むのは本当にどんだけその精神的に貧しいことかっていうのが本当によくわかると思う。本当に。というわけで今日の3冊目はね、ロアルド・ダールで飛行士たちの話という本を読んだわけなんですけどもね、短編集ですよ。でイギリスのね、飛行士たちの話が10個入ってるっていう、まあそういう話なんだけどもね、面白かったね。これは本実話じゃないんです。これはでもね、ダールさん、実際書いたダールさんはイギリスの昔パイロットをやってて、あの空軍の、1930年代とかその辺ですよね、きっとね。だからあの実体験ではないけども、あのアメリカにダールさんがいた時にアメリカのなんか作家の人からちょっとイギリスの空軍の話聞かせてくれないかって話になって、でダールさんが文章にして書いたら、これいいからこのまま発表しちゃいなさいって言って、それでその発表する形になったのは、まあ、多分小説家にしたんだろうね、きっと発表するときとまた変えてね。でまあそういう10個のイギリスの空軍の話が入ってるんですけどね。だけどあのそのリアルな話じゃないんですよ。割とちょっと奇妙な話、ちょっと例えが悪いかもしれないけど、世にも奇妙な物語みたいな、わかりやすく今一番最初に入ってるのはね、イギリスのパイロット、まあ、全部パイロットだけど話はがね、もう緊張するっていうわけ。もう作戦を遂行する前にすっごいドキドキしてるパイロットがさ、それでもう旅立つわけですよ。飛び立つわけ、飛行機になってパーッつって言ってね、そしたらそのドイツの飛行し、あの戦闘機と案の定遭遇して戦いをするんだよ。一対一のバトル、空中戦を。でもその文体とかさ、なんかちょっとね冷めてるんだよね。なんか翻訳でまあ読んでるからまたそういう風に感じるのかもしれないけどなんか全体的にこうクールなんだよね、ダールさんが。でちょっとこの一つだけオチまで話すと、そのお互いに相打ちをしてさ、イギリスのパイロットがそのドイツのその敵陣地に降り立っちゃうわけね、パラシュートで。でパラシュートがこうなんか池みたいなところにあってなかなか取れないところをさ、ドイツのその向こうの兵隊が来て、その一緒に戦ったね向こうの敵が来て、そいつの首を絞めるんですよ、ガーッつって言って。でうーっとこうなったところを自分が死んでしまって、その死んだ自分を見ててってみたいな話とか載っててさ、それちょっと奇妙な話がね9つぐらい載ってるんだけどさ、なんかやっぱそのダールさん自身がやっぱ言ったせいかさ、戦争の話なのにそのさっきの文体がクールだっていうとこもそうなんだけど、自分が死んだとこを見てるわけですよね、その一番最初に今言ったパイロットは。なんかその死とかそういう戦場っていうものに対してすごい淡白なんだよね。なんかで前にもレビューで紹介してよく抱く感想なんですけどね、実際のその戦場に行った、俺は行ったとかっていう人ってさ、小説っていう一回自分の間にフィルターが入るからかもしんないけど、その小説にするとなんか仲間が死んだとかっていうこともささらっと書くんだよね。これが不思議なんですよ。で、あ、不思議っていうのは、じゃあその仲間に対して冷たいかって、感情として冷たいかっていうと決してそうじゃないんだよね。これ読むとわかると思うんですよ、きっと。多分俺が抱いた感想もしかしたら、これがね話も不思議なんだけど、この感覚っていうのが読んでるとすごく不思議だったね、やっぱり。で、ある意味で言えばその戦場っていう、ある意味でもっと不思議な現象があるわけですよね。人同士がぶち殺し合うっていうさ、でそれが日常と化すっていう現象って、ある意味こんな異常なことはないわけじゃないですか。現実から即して言えばさ、殺し合いが普通に日常と化すっていうところとかもあったりとかすると、なんかね不思議な本だったね、これは。読後としてね、なんかこう浮遊感がずっとフォヤーンとするような感じっつうのかな。まあずっとその飛行機の話が多くて、
ずっとその空を飛んでるっていう感覚もあると思うんだけど、で解説に書いてあったのが星新一いるっていう人と、うん、解説の後小田さんっていう人がなんか喋り合ってたんだって。でダールっつうのは大体つまんないよねって言ってんだって。ダールって例えば100個作品があったとしたら面白いの10個しかないって後小田さんが言ったら、星さんがいや10個もない、もっと小さいって言ったらしいの。だから確かに面白くないっちゃ面白くないのかもわかんないんだけどもね、え特にある意味で言えばこう奇妙な話が続くから飽きるっていうところがあるのかもわかんないけど、でも面白いんだよねこれ。でうまく言えてないかもわかんないけどね、あのなんかダールって人は結構人気ある人みたいで、いろいろまあ本も出てる、まだ出てるらしいんで、まあもう亡くなってんのかもわかんないけど、亡くなってるか亡くなってんな、うん、いろいろ再販もされてるらしいんでね、結構面白い人らしいです。だけどこの飛行士たちの話ってのは多分一番最初に書いた作品集で、他のダールとはちょっと違うっていうことが書いてあったね。他のダールだと割とエンターテインメント色が強いっていうことが書いてあって、そういう意味でもちょっと変わってる本だっていうことは書いてありました。はい、というわけですね、今日の3冊目はですね、ロアルド・ダールで飛行士たちの話でした。というわけで以上レビュー 2.9 キロでした。